はい、こんにちは。サックスプレイヤーの熊谷俊です。毎週1本ヴィンテージサックスを紹介する、ヴィンテージサックスコレクションズ、ということで今週もまた珍しいヴィンテージサックスを紹介していきたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、今回紹介するヴィンテージサックスはこちらです。マーチンハンドクラフトトルバトールという、モデルになりますね。これはね、前回、紹介したハンドクラフトモデルから、続く、モデルの中の一つですね。で、まあ、これもね、結構ね、面白い、サックスになってまして、今回もまた、3つのトピックに分けてご紹介していきたいなと思います。結構ね、今にない、珍しい機構があったりと、楽しいんじゃないかなと思いますんで、ぜひご紹介していきたいと思います。それでは、行ってみましょう。はい、では最初のトピック、ハンドクラフトモデルの特殊性ということで、ちょっと解説の前に音色ちょっとチェックしてみましょう。なんかね、少しこうパワーもあるんですけど、深みがちょっとこう増えたような感じがしますね。で、やっぱハンドクラフトモデルの時にお話しした時はちょっと結構パワフルというかガツンとくる感じがあったんですけど、今度このトルバトールになるとちょっとこう深みが少し増してかな、増したような、音色にも感じますね。で、まあ、このサックス自体はですね、だいたい1931年から34年頃、作られていたモデルになります。で、まあ、ハンドクラフトモデルっていうのがマーチンは一番最初に作られて、まあ、限定モデルみたいな形で、以前ご紹介したのがタイプライターっていうのが、出てたんですね。で、その次に出てきたのはこのトルバトールというものになるんですけれど、これね、なんかね、マーチンってこう今までにない機構をたくさんこう備え付けてきているっていう、今その段階な気がするんですよ。で、タイプライターなんかまさに使いやすさっていうよりも、なんか見栄えみたいなのがこうすごいこう重要視していたようなところもこう見えたりして、で、このね、トルバトールもね、なんかね、そんな感じもするんですよね。なんでね、そういったちょっと機構なんかも次のトピックでご紹介していきたいなと思います。はい、では次のトピック、キーが減ったトーンホールド位置変化も、ということで、実はね、ちょっとね、驚きなんですけど、普通こう楽器ってこう進化していくと新しいキーが増えたりとか、改善がこうされていくんですけど、なんとね、このトルバトールではマーチンキーが減った場所があるんです。っていうのは、ここのね、右手のこのサイドキーの部分になるんですけど、ここって従来は3個あってできているものなんですね。それが今までは3個ずつあったのに、このトルバトールになったら2個に変わってしまいました。でも2個で3個の役割をするっていうのがまた面白いところだなと思うんです。で、ここの一番下のキー、これが実際の今の言う B フラット、C のフラットにこう使えるキーですね。で、この上のキーが、要はトリルとかで使うこの C のキーと、あと高いミとか吹くときに使うこのハイ E って、一番3個目で言えば一番上のとこですね。1個目、2個目のキーが要は1つのところに集約されるものになったんです。で、これね、やっぱね、今のこの現行に慣れてる人からするとものすごい使いづらいというか、まあでも、ある意味、よくそういった形を思いついたなっていう、このまさにこの特殊性っていうんですかね。そういうのが今回のこのトルバトールでは感じます。で、あとね、もう一つね、面白いのはね、このトーンホールの位置も変わったんですよ。で、前のこのトーンホールっていうのは、今このトルバトールになると、この前後で1個ずつに変わると。普通だったら2個、同じ位置についてるんですけど、なんとね、前後で1個ずつに変わったりとか、あと、このね、トリルっていう、この、よくファンのシャープトリルするキーの位置も、これもね、背面に来てたりとか、こう、いろんなね、改善が見られるんですよね。で、他にも、例えば、ここの、ネックの部分においても、ここにね、こう、新しい支柱が、こう、ついたりとか、
あとこの後ろの親指のとこなんていうのはこの指替えがあのつくような形になったりとか、このハンドクラフトモデルからまたタイプライターで、タイプライターの余韻を残したかったのか、ここにもこの指替えがついてるという、なんかね、あのそういった他のあのメーカーとかモデルには見られないあの形、まさにこの独自性っていう、あのよく言えばあのなると思うんですけれども、そういったものがすごく多く見られるモデルですね。はい、では最後現行との違いということで、まあね、やっぱあのここにキーがやっぱ一つないのが、まあ一つあのやりづらいなっていうところがありますけれども、まあ今回ね、この先ほどお話ししたこの指替えに後ろになったことによって、こう今までこう脇を締めてたっていうのが、ちょっとこう少し脇を少し広げてもこう持ちやすくなったというところがあります。そうすると、まあ、ちょっと今のモデルと比べても、いや、まだこうキーワークは難しいですけれど、でも多少あの吹きやすくなったなっていうふうにはすごく感じますね。で、まあ、やっぱね、あともう一つ違いは、あのハンドクラフトモデルではね、ここにローラーがついてなかったんですよ。で、これがまあローラーがついたりして、まあ、ただでさえね、この辺って押しづらいんですけど、まあ、ちょっとこのロー B フラットに行くときに、このローラーが使えることによって、あの以前のあのモデルよりはすごい使いやすくなったかなと。うん、そういうのがありますね。なんで、まあ、あのちょっとずつ改善は見られて、まあ、現行との違いやっぱりまだまだあのたくさんありますけど、でも、少しずつこう改善が見られて、そしてなんかこう新しい兆しがこう見えるような、なんか希望あるサックスだなと僕は思います。はい、では最後にこちらの、マーチンカンドクラフトトルバトールを、使ってですね、ジャズのスタンダードスピークローをお届けしたいなと思います。ぜひですね、この、変わっていく、こう変わりゆくこの独自性あるこのサックスのサウンドをぜひお楽しみいただけたらと思います。ぜひ聴いてください。いかがでしたでしょうか。この少しこう深みのね、こう足されたサウンド、あの楽しんでいただけたんではないかなと思います。ぜひ、こちらの動画良ければグッドボタン、そして、チャンネル登録もよろしくお願いします。またあのこちらのサックス、ぜひ何かこう質問とかリクエストなんかがあればコメント欄に残してもらえたらと思います。またあと世界初ヴィンテージサックスレンタルということで、こちらのサックス、レンタルもしてます。あの2週間という期間ではあるんですけれども、ぜひあの貴重なこのヴィンテージの世界、皆様にもね、あの楽しんでもらえたらと思います。こちらまたヴィンテージサックスコレクションズというホームページの方にはあの詳細なんかも載ってるので、リンクあの添付してますので、そちらからぜひ見ていただけたらと思います。それでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。サックスプレイヤー熊谷俊でした。